活動の目標は、この絵を完成させる、成し遂げたい21個の項目をこの絵に入れました。この目標を達成するために、英語勉強しようと思うんだけど、そうそうそう。シカ注意ってなんだみたいな。そうそうそう初めての方もいますね。改めて名前、上の名前だけ一言ずつにご紹介させていただきます。子ども食堂の武井です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ時計回りで。時計回り。あ、日傘です。よろしくお願いします。あと何回目かもちょっと。何回目？あ、2回目。はい、どうぞ。矢野です。先週の動画編集教室にお手伝い。ということで、今日の全体の流れなんですけれども、4時から5時の間にフードパントリー開催です。この用意する準備をちょっとこの時間にやっていきたいと思います。皆さん食事とかってもうそういうの忙しくて何も食べてないって言ってませんか？カップラーメンがあるんで、お湯も入ってるんで、炊き出しをやる人と、こっちで袋詰めする人と、買い物に行く、この3人グループに分けたいと思います。で、ちょっと女性の方にお願いしたいのが、バザーの準備、今言ってなかったですね。こっちはちょっと片付けたいんですけど、ここで作業準備するために。はい、じゃあそんな感じで参りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません。お邪魔でした。これもし使うならカキもしちゃった方がいいかな。表から行こう。よろしくお願いします。これがね、3のやつだからもう貼っちゃおう。ああ、なるほど。3と2がちょっと間違えやすいから。黒が一緒なんですね。そうなの。だから間違えやすいからもう先今貼っちゃって。なるほど。そう。シールわかりやすいな。ね。最後に出しますとでたまるんですけど、これを爪の間をこういうふうにやっていただきます。はい、そうです。これがフレークになってます。こちらがテイクアウト用のタッパー。中に何が入ってるんですか？なんか本当にカップラーメンの具材みたいな。あ、なんかもうすでにいい匂いがする気がした。あ、する気がする。あ、匂いは結構出てきてる。さすがに美味しい。え、僕は醤油扱いが素晴らしいです。あと、小宮さん、なんかお手伝いできるって来てくれたんですけども、ありがとうございます。団地の時。おかえりなさい。おかえりなさい。すごいな、なんかキッチン狙ったの。いや、キッチン3人のバンダナでみんな青だったね。狙ってきたのかなと思って。狙ってきたのか。俺ら今日炊き出しだろみたいな。俺なんか仲間分かってる。もしかしたら。こんにちは。ねえ、来ました。じゃあまたお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします。来ました。2回来ました。矢野さん、ありがとうございます。矢野さんのみかんが届きました。はい。これはすごい。すごい。ありがとうございます。外に。多分ご飯入らなそう。野菜？もう野菜ですね。それ今合同僕持ってる。あ、じゃあ1個減らして4。検品終わり？はい、ありがとうございます。時間になりました。一発目大丈夫ね。はい。美味しそう。いい具合に蒸れてる。そしてごま油。はい。おお、いいですね。麺はこっち運んでください。麺は運ぶ。はい、すみません、ごめんね。あれ、よっさん。言われなくて。そこ入りますよ、僕が。これ軽いよ。麺がいらっしゃいました。子供食堂特製のラーメンになってます。これと無添加で作っていただいて。全部無添加。大丈夫です。味見てもらって。武井さんが忙しい。細さも長さもすすり切れる、お子さんでも高齢者でちょっとすする力が弱くなっててもすすり切れる長さにしてもらうあかんですよね。一応、グラムが市販の分よりも少し少なめなので残さないっていうところがなるほどね。特注の麺でした。よし、OK。ちょっと一段落したね。このシール、わかりやすい。あ、本当、あっちゃんシール OK 出ました。わかりやすい。ありがとうございます。はい、セットするの来ました。あ、マリンちゃん。こんにちは。お、今日はグリーンバックじゃないから、緑つけてきた。矢田さん、この前仲良くなった男の子来てますよ。アルファカ米で作った五目ご飯で美味しそう。すごい。どんどんできてくる。はい、使ってください。麺と麺の間に挟まないとビニールが破けちゃう。そっか。尖ってるから。そう、尖ってるから。とりあえず一段ができたんですけど。すごい。できたんですけど。アルマカ前第2弾。いってらっしゃい。すごい、時間前に終わってる。時間前に終わったのが嬉しい。よかったよかった。YouTuber の子。あ、そう YouTuber です。あ、それじゃあ、見てました。山崎さん、山崎さん、Facebook で、Twitter でフォローさせてもらってます。嘘。フォローバックないけどフォローしてます。ありがとう。よろしくお願いします。じゃあ4時になったらのれんを出してスタートしたいと思います。はい、フードパントリー開催します。取り置きのうちで。大丈夫ですか？ありがとうございます。いいね。はい、3です。これが地域の子ども食堂の子ども食堂みたい。ありがとうございます。お兄ちゃん、結構頑張る。これ姫のみかんなんですけど、カットして食べてから姫は抜けないので。みかんの美味しいところから。すごい。風が冷たい。寒い。あれもっくんと鉄筋ぐらいはできる。これトライアングルならできる。そうだよね。クラリネットが今度痛いじゃない。ああ、いいな。あれいいよね。小さいなるほどね。ピアノできるのすごいじゃん。はい、バケツリレーでお願いします。このご飯美味しそうだな。すごいいい匂いでしたね。ですよね。うまそう。2個。はい、ありがとうございます。けど手で顔抜けないんで、包丁切って、トートを切ってみたいな感じで、食べてもらえれば、味は、満足できるから、お酒はあまり良くないので、いただきます。じゃあちょっと行ってきます。皆さんちょっと頑張ってください。体操行ってきます。体操、他の子供食堂さんに、ここがハブみたいになってて。お疲れ様ということで、パジャマを見られる方には、見ますから、ちょっと少し、その後片付けをするので、一回ここで締めさせていただきます。今日は先生、ありがとうございます。ありがとうございました。猫の番人。通りづらいかなと思って回ってたから。そう。狭くなるじゃん。俺もじゃあ一緒に回ろうかな。アルパカ米です。なるほどね。一緒に回ろうかな。あ、持ってる。あ、本当だ。はい、誰か入ってます。ほら。